はい、テッシーです。お越しいただきありがとうございます。タコ西応援団やってまいります。はい、僕とですね、浜崎3、残りはフリードマンとアンガースということで、行きましょう。フリードマンはナイフ使いの名人で街中をよくうろついていますよ。わかった。うろつくなうろつくな。これがね、確か家に2回入るみたいな、そんな感じだったと思います。いや、コメまだ入院中か、もしかして。まあ OK っす。立花を鍛えましょう。団長鍛えよう。うわー、かわされる。そう、ダメージがね、かわされた時のダメージ、ずっと言ってるけど、それが大きいんですよね。よし、98、 OK。 副弾もやられてしまった。あれ、でもこのマップで終わるのかな、どうなんだろう。いや、団長鍛えたいっすよな。ちょっと、あっ、米下にいるし、ちょっと一旦パスっといっていいですか。ちょっとね、マップもよく見たいっていう。米鍛え、鍛え、あ、こいつか。あ、もうここ最終マップっすね。ここに2人います。あの真ん中、今真ん中にいるあいつがフリードマンで、アンガーが、うわうわうわ、よし、ザコ大丈夫。もうザコの中にもうザコと武器持ちいるからね。こいつはザコだと。うひー、かわされるね。よし、オッケー。と、街中に最後のボスがいますと。このパープルエンジェルスのストーリーの最後のボスですね。そいつがね、確かね、500ぐらいあったと思うんですよ、あの HP。 だから立花で今ちょっといけないというか、対等に戦えるかどうか心配なんですよね。OK。で、あいつが来ます。左下のやつが来るでしょ。病院あるから、カツが復活できますね。あいつ動かないな、駅すぐ近くにいる、あの上右のやつ。僕と思ってるといえども、いけるでしょう。立花ならいける。かわされる。よーし、もうキックオンリーで、いや、もうここはパンチでね、ラリアットやってくると思っただろう、お前な。よし、ガンガンレベル上げていきたいところですね、本当に。木刀どうする。ちょ、団長一応持ってる団長一応持ってみるみたいな。ここいっで、あ、間違えた。なんで網こんなとこにあんの。まあいいや、木刀使うなというね、指令ですかね、これは。なんでこんなとこに網が落ちてる。もうあの海辺だから漁村みたいな感じなのかな。ちょっと歩いてたら団長、あれ、こんなとこに網落ちてるみたいな感じで拾っちゃったのかな。上の敵、こいつ動かないのが気になるんですよね。
チェーンとか持ってたらやだね。そのうち雑魚でもナイフ持ってるやついるからね。大丈夫かな、すげえ不安。あ、大丈夫っす。オッケー。あれ、あ、かわされてるし。くっそ。オッケー、気合十分ですね。これでレベル上がるんじゃないかと思ってるんですが、どうでしょうか。まだ上がらんかな。まだですと、まだですと、それやばいっすよ、それやばいですと。あの穴はどこに通じてるんだ。あ、でも病院あるから大丈夫か。カツラが復活してくれれば。穴こっちにあるんか。フリードマン、切り抜けられなくない？ただその前、そうだね、その前にやられちゃったら意味ないんで。どうなんだこれ。ちょっと待って、ね、作業減ってるから。でも作業で行くしかねえか。行くとしたらね、力いけるのか謎。あの駅通っていけるかどうかですよね。フリードマン、穴のところは来ないかな。ちょっとわかんねえから穴通ってみよう。で、橘の実力でなんとかねじ伏せられたらと思う。なんとかいければ来ない。フリードマン動かないような気がする。で、あの右上に赤い、右上、一番右上じゃなくて薬局と同じような屋根っていうんですかね、屋根付き、屋根というかなんか日差しというか手前にちょっと出てる建物が、建物にボスがいるかなと。これはもう全部いただきます。ちょっとビビたる数字だけど、こんなん一発分にも満たないですからね、これ回復してももはや。だからこれもね、回復量を増やしといてほしかったっすよね。最初の方なんかほぼ全開じゃないですか、ほぼ全開できたじゃないですか。これいって300ぐらいでしょ。まあまあまあ、ないよりかは、ないよりかはいいですけど。いやー、不安しかないわ。ちょっと今ジャンプ危なかったし、当たりそうだったし。行ってもう団長補正あるかどうかでちょっとそこにかけるしかないっすね、もしフリードマン来たら。まあシミュレーション RPG でボスは動かないっていう相場はありますけどね。ちょっと怖い。はい、行きましたと。ちょっと動かずで、こっちから行けるのかっていうところですね。パス。動かなかったら、まあ、団地を病院に行かせましょう。あ、動かないっすね。来る？来ます？来ましたね。しない。大丈夫。ラリアッツ。しないだったら大丈夫。しないだったら大丈夫っす。
まあパンチ。で面白いよね、パープルエンジェルスってすげえやべえやつだ、ナイフとか持ってるやつらの中に竹刀が一人って、お前何持ってんのみたいな、ナイフじゃないのみたいな、せめて木刀みたいな。いや竹刀はいいっすね。こっちも来るか、そしたらチェーン来た。怖い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 よこれ、怖いよこれ。60、やばい。ちょっとちょっとラリアッツ、オッケー。でもこれ倒せば多分レベル上がると思うんですよね。よし、これこれ団長補正でしょ。だってなんかチェーン持ってるやつに、ほらほらほら、やばいやばい、なかなか攻撃決まんないっすもんね、パンチとか。でキックだろ、やばいやばい団長やばいやばい、ラリアット出てくれれば。よしよしよし、キック決まった。いやー、レベル上がるでしょ、これはこれは上がるでしょ。いや上がって上がって、マジで。よし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 。でもこの状態でフリードマン行くしかねえか、これ。上の連中倒してもレベル上がらんでしょこれ、バイク行っても。かといって左京たちをフリードマンに行かせたら、もう確実に入院する、確実じゃないけどほぼほぼ入院送りでしょ。だから病院、あ、ボスは動かないと、病院先行ってザコ蹴散らして、雑魚を蹴散らして病院か、そんな感じか。雑魚を蹴散らして病院行って、まあ左京たち突っ込むとそうすれば桂は最悪蘇った状態で。いやー、姑息だわ姑息だわ、終わりながら。そうね、雑魚でも HP 削られる可能性が普通にあるからね、これ。ちょっとバイクいただきましょう。ちょっと失敗しましたね、一回。バイク野郎が来るでしょ、次。フリードマンは動かないと。よし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 、で運が良かったらフリードマン立ち花で、まあ倒せました。でアンガース、アンガー倒しました。でまた立ち花レベル上がりますからね。この後もね、立ち花レベル上がっといてもらわないと困るんで。よし、 OK。緊張しますな。さっき渡っとく。ちょ、村田も動かしとくか、一応。何あるか分からんすからね。よし、OK。これ来るでしょ、パンチ。よしよしよし、本当の雑魚。そっか、これで HP 団長、あ、削られましたね。いや、病院行こう。削られなかったらその村田とか連れてってもいいのかなって、甲賀か思ったんですけど、ダメージ食らったんで立ち花で行きましょう。うわー、食らうなー食らうなー。厳しい厳しい。まあやられる。うわー、出てきたー。
そういうことなんですよね。出てくるんですよね。よかったよかった、先言っといて。マジで。ほらほら、めっちゃ削られる。100以上、100ですよ、もう。やば。バイク野郎のとこも先行っといた方がいいんでしょうね。よし。渋いね、やっぱラリアットね。いいね。終了じゃねえんだと。終了、まあ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 。行きましょう、バイク倒しますと。病院行ってフリードマンを左京かな、でちょっとダメージ与えてもらってっていうとこですね。倒せないた、木刀持ってるからね、なんとも言えないんですけども、カツラのね例もあるからな。おお、レベル上がりましたね。あ、じゃあコウガに病院行かせましょう。回復しますから、コウガも。おお、動かないですね。いや、ボスはこうでなくちゃいけないですね。もう移動力10ですから。ここは塞いじゃうとダメよね。村田で行きます。どうしましょうかね。いや、まだいかんよ。まだね、入院してる人いますから。これ隣になったらいきなり来るっていうのはやめてよ。あ、来ないね。すごい並んでる。この並びありえないっていう。とりあえず待ちで、待ち後病院行きましょう。何はともあれ病院。さあさあと、どうなるかですよね。ちょっとすげえ怖えけど楽しみっていう。よし。いや、安心するね。いやいやいや、ガンガン行くぜと。よかったな、よし行こうと。で、カツラで木刀ない、ないっすね。ないっすか。よし。正直でも、そっか、左京と村田で倒してほしいね。で、アンガー、そっか、ちょっとなんとかしてほしいな、この二人で。頼む、ナイフ。よし、よし、かわした。これはでかい。ミドルキック、これであればない。僕と100いくね、これ。おお、200。いや、でもこっからまだまだわからんすからね。こっからマジですよ。マジわからんすからね。皆さんも今まで、よし、見たでしょ、逆転されたの、逆転したの、されたの。何が起こるかわからないから、これ面白いんですよね。オッケー、やった、やった、200。木刀軍団勝利よ、これ。木刀の勝利よ。いよいよ残りはアンガーです。やつはグリーンベレー出身の化け物っすよ。やつらのたまり場はツームストーンという酒場です。そのツームストーンがこの団長の右側にある、ずっと右にある赤い、手前にちょっと屋根みたいのが出てるとこっすね。これで行って、どうする？村田で行きますか。一旦。
ねえ、やった、さすが佐京さんっすわ。村田いけるかな。村田で倒してくれたらそれはそれで本当にもういいっす。もう原作ではもちろん団長がね倒してましたけれども、ナイフ持ってんだろうな。トリガーでしたっけ、鷹の目みたいなこと調子こいて言ってましたけど、知らんちゅう、知らんかなみたいな。一回入ってどうだったかな、雑魚みたいのがいると思ったんですけど、あれいねえなっていう感じで、もう一回入るとアンガーって出てくるっていう。よし、確か500ぐらいあったと思うんすよね。どうだったかな、やっばーみたいな感じで。よし、初戦は村田、もう負けることを分かってるみたいな。あ、いた、アンガー怖い。あ、400か。もう150っておかしいでしょこれ。もうおかしすぎるっていうね。60、突っ張り、よし。必殺はまあ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 入ると。かーなー、キック、こいつ分かってるわー、キックなー、これ怖いんすよねやっぱね、キックね。アンガー余裕ぶっこいてるわ顔。うわ、僕とやっても多分ナイフが来ると思うんで、ちょっとやってみますか、もう最後。あ、まあ、もう落としちゃってるか、僕と。まあ、突っ張り一発分だと。やっぱ結構キックやってきますね。悔しい。立花もね、結構ね、ほんと強いんですけど、やっぱ行くのやめますとかね、そういうタイプなんですよね。人間、あなたクマと戦う気あるんですかみたいなね。やっぱ行くのやめましょうかとかね、そういうとこが好きなんですよね。本音っていうかね、普通に言えるっていうね。さて行きまひょうか。どうしよう、ちょっと僕と持ってる作業でどうかっていうとこっすね。アイテム、僕と、よっしゃ、入った。 OK、 あ、これは普通にいけそうか、もしかして。ミドルキック、うわー、かわされる、キックかわされる、このかわされ方、うわー、相手も単なるバカじゃないってことっすよね。キックじゃ、おお、互いに相手の出方を伺っている。よーし、入った。ちょっと補正かかってるみたいな。60か。いやー、怖い怖い怖い。くー、これ勝ちてーな、これ勝ちてーよ、これ勝ちてーよ、勝たせてくれよアンガー。うわー、超牽制してる、マジかこいつ。ほら、やべえ、くー、うまい、うますぎる。うわー、僕ともう落とすんじゃない、先をもう。よっしゃ、この野郎、てめえもナイフ落とせよ。こいつ絶対ナイフ落とさないですか。くっそ、冷静すぎるアンガー、冷静すぎるだろお前その動きは。バカな、さすが戦闘のプロだなお前。75やられたらアウト。うわ、いや、もう僕とっすね。いや、ここはもうキック、あえてキック。よし、
ああもう、うわ。でも結構削ったよな。結構削ったから。いや、木刀に執着しすぎたのかな、自分が。キックかわした後、あそこをキックでやっとけばよかったかなとか。いきますか、ガツダ。ストレート、くっそ。いきなり90だよ。あ、60。嘘でしょ。よし、かわして。ここは、その、欲張らずパンチで。よし、いける。これはいける。くっそー。ダメージがえぐい。よし、かわして OK。終了。二人病院送りされましたからね。もう団長はちょっと取っとかんとね。OK。やった！パープルエンジェルスをやっつけたぞ。俺たちの町のために、なんて俺を言っていいのか、ありがとうございましたと。お前のおかげさ、と。レベル上がったけれども、左京と村田が入院中だと。いやー、なかなかでしたね。団長は手を煩わさずっていうね。これもね、団長の策略かもわからんと。はい。ついに来ましたね、タコタ西。地元の方に帰ってきました。残りが、なんかマップからすると、あとなんか3つぐらいですね。はい。まあ4つかな。はい。3つ4つとなります。では、次回もぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼します。